へえ。ああ。ん？ん？そうだね。なんだ。クラフタ殿、ありがとうございます。その、そうですね。はい。ん？なさいますか。おお。ありがたい。ふう。うん。ねえ、ねえ、お前。何をしている。先客も確認せずに入るとは、まったく、迂闊すぎるのだよ。どうなさいますか。おお。
うん、ありがたい。すみません、ありがとうございます。うん、そうだね。うん、うん、いや、なるほど。モグモグ、ここで会うとは驚いたぞ。まさか共に入るわけにもいくまい。すぐに出る。すまないが待っていてくれないか。ああ、ん？タルタル。ああ。どうなさいますか？ありがとう。どうなさいますか？うん、そうだね。うん、うん、いや、本当によかった。あなたと会い、体を作ってもらい、あなたと一緒に入浴を楽しむことができて。
おう。おう。そうか。そうですね。そうです。なるほど。どうなさいますか？プラフタ。そうですね。そうですね。プラフタ。ホロ。みなぎってきました。奇襲の準備をしていたら奇襲されるなんてね。まあ攻める手間が省けて好都合だわ。こちらの好都合です。その怒りと焦りを私の頭にぶつけてください。ほら、いくらなんでも無茶はすりませんか。あ、ここ元いた場所にそっくりだわ。みんな元気にしてるかな。増援が来るまで時を稼ぐ。そうは問屋が下ろしません。敵が落ち着く前に素早く制圧します。総員準備せよ。連携して守備を固める。昨日のは結構だが、ほどほどになる。うん、いい感じ。プラフタ、もっと積極的に敵にぶつかるべきです。記憶を取り戻したいのでしょう。いえ、衝撃で記憶は取り戻せない。私の場合、錬金術のレシピを本に書き込めば少し戻りますが。なるほど、面白いですね。私だって私には当てはまりそうにありません。頭に衝撃を与えることは物事の一面に過ぎない。この戦いにはきっと別の意図もあるはず。現に敵はあっけに取られ、私たちはここまで潜入できている。フォローは
記憶以外の何かを敵から知りたいのでは。これ以上は危険だ。一時撤退する。戦は終わっていない。増援の要請を。考古の憂いは立つべきです。あの伝令止めましょう。一向に記憶を取り戻せません。衝撃が足りないのでしょうか。いえ、もう十分な衝撃を受けているかと。ホロ、もう諦めた方が。今さらですが、この方法は愚かだったと認めます。とはいえ、乗りかかった船です。戦いましょう。もはや敵陣に切り込むしかない。ナオトラ殿、残りの味方はお任せいたします。いや、呼ばれて飛び出ました。なんとか頑張ってみます。それ我が闘志、我が魂、これに見よ。目指してる口か。いい感じ。なるほど、あなたはケダレであると認めます。次は負けぬ。なんとかなった。魔物、彼女たちは何か隠しているようですね。この世界のことはこの世界の人間に。戻って、玉木に尋ねてみましょう。おや。はあ。わかりました。しました。はい、そうですね。なるほど。
そうですね。おお。